Oh,
触れても変わんない。まだ僕に当たらない。
のわかんない一応やんだけ花は咲かない、花は咲かない、でも丸太にしたい、このワンライフ、いろんなものを投げ捨てていろんなものを得て生きる、自分次第で何でもできる、君はまだ強くなれる、弱さを見せれる強さと自分らしさを持って僕らはただ祈ってる、さあ前を向いて焦らないで引き込んで行こう、君はきっと輝く、寒い夜明けたら朝は来るから、汗かいて描いて行こう、君ならきっと大丈夫、さあ顔を上げてスマイルといつも、南の窓のカーテンを開けて思い、そしてスマイルという順番でお聞きいただきました、はいはい、皆さんどうだったでしょうか。なんかめっちゃ元気な曲とめっちゃしっとりな曲、うん、でこうサンドイッチされちゃったよ、すごい、うん、ね、お、なんか後ろで手振ってくれとる子がおるぞ。ありがとうございます。いやほんまね、うん、あの去年は私たち夕方ぐらいに、ね、うん、出させていただいたんですけど、はい、今回は昼間ということで、はい、皆さんの顔もよく見えますね。はい、軽いからね、見てるよ、そこ見てるよ。奥の方までしっかり見えてますよ。見えてます。よかったらね、こう手拍子とかこう手とか振っていただいたらね、うん、よくわかるんで、ぜひ皆さんも前の方も全員とは強制しませんけどね。はい、お願いします。よかったらね、はい、お願いします。ということで、焼くのは、まあ、福知山市になりますよね。はい、はいはい、私たち、活動の、うん、主な活動がですね、はい、京都府北部五市二町を PR するという活動をしてるんですけど、はい、その五市二町を一つ一つ回っていって YouTube に PR 動画をアップしてます、はい、でね、ほんまに先日、はいはい、そうです、福知山編のロケをしてました。ね、結構いろんなとこ回ったもんね。いろんなとこ行きました。あの残念ながらね、あの 大雨の影響で、あの大江町の方は回れなかったんですけど、ね、また、うん、特別編で大江町だけやってもいいね。それめっちゃいい。よかったらね、興味がちょっと湧いてるなっていう方はね、ぜひあの YouTube でパルポルって検索していただいたら出てくると思うので、そう、まだ上がってないんですけど、はい、福ちゃんの編まだ上がってないけどね、来月ぐらいかな。そうやね、来月、はい、来月ぐらいに、はい、楽しみにしていてください、ね、はい、福ちゃんの編以外は全部はい、アップされてますし、ライブ映像などもね、はい、アップされてるんで、よかったら見てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ次の曲で最後の曲となってしまうんで、はい、はい、じゃあちょっと準備を、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ準備をしましょう。はい、はい、次の曲で最後の曲となってしまうんですけど、最後の曲はですね、パルテポルテのオリジナル曲、初めて作ってもらった曲となってます。私たちのね、代表曲みたいな感じにもなってるんですけど、あの振りにサビにね、こういう
手をね、こうパンパンってやる。パンパンおかしいな。こうね、上げるところがあるんで、よかったら皆さん一緒にやってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。準備に時間かかっちゃうね、これ。いつも。はい。はい。皆さん準備はできましたか？いきます。はい。はい、行きましょう、はい。それでは聞いてください。扉の向こうへ。そこにしかないから。出させていただいたんですけど、はい、こうやってね活動拠点でお披露目するのは初めてですね。はい、そうなんですよ、うん、初めてなんです。はい、めっちゃね目立ちますね。目立ギラギラしてキンキラキン。色も違ってさ、そうそうそう、か見えてます皆さん。ここ実はメンバーカラーなんだけど。
あ、メンバーから紹介しなかったね。うん、全然から一人で。みんな見て。見たろ、見て、見たらわかる。じゃあわかるか。そうか。紫。あ、紫。あ、黄色です。はい、皆さん、はい、ぜひ覚えて帰ってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごめんなさい。今一度大きな拍手でお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日のやってみての、まあ、感想をね、はい、代表者の誰かで、はい、よろしければ。じゃあそっちからこっちから一人思いっきり大丈夫です全然大丈夫です。すいません、はい、じゃあちょっとどうしよう、一言いただければ。じゃあリーダー、はい、リーダーから。はい、リーダーエリです。はい、高原祭り2年連続ということでね、もう私去年出てこのステージめっちゃ好きになって、めちゃくちゃ今日楽しみにしてました。ほんまに8月のラストの思い出やなと思って今日来たんですよ。で、セトリとかもね、衣装とかもいつもと違う感じで、ね、張り切ってきたんで、皆さん楽しんでもらえましたか？やったー、やったー、ありがとうございます。私たちもめっちゃ楽しかったです。また来年もね、はい、ぜひぜひお待ちしてますんで、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは改めてパルテポルトの皆さんでした。ありがとうございました。それでは